ねえ、今日ってあれだよね。君の誕生日って聞いた。お、おめ、おめ、おめで。ごめんなさい。祝福の言葉を発すると体調を崩すの。また来年頑張る。団長、ちょうどよかった。あのね、誕生日おめでとう。ごめん、せっかくの誕生日にまた吐血。服が真っ赤に染まっちゃったね。今年こそ君に祝福の言葉を伝えたかったのに。でも吐血の量はちょっと減った。だんだん改善できてる気がする。また来年頑張るね。